各社ご準備よろしいでしょうか。はい、では始めたいと思います。 SMBC 日本シリーズ2014優勝記者会見を始めます。では代表質問の形で始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、RKB田中と申します。よろしくお願いいたします。まずは秋山監督に伺います。日本一おめでとうございます。ありがとうございます。改めて日本一の達成された今の気持ちお願いします。全日程が終わってなおかつ日本一というね最高の結果を出せて、ほっとしてます。はい、今シーズン3度目の胴上げになりました。また今までとは違った心境だったんでしょうか。そうですね、全部胴上げは嬉しいんですけどもね、本当にこう日本一の胴上げっていうのはまた違った意味でね、本当に良かったですね。はい、秋山監督にとってこれが最後の日本シリーズという特別な日本シリーズとなりましたが、どのように今回シリーズに入られたんですか。そうですね、やはり、ね、144試合目というレギュラーシーズンとまた CS という戦いの中で、ね、本当にしんどい、戦いの中で、勝ち上がって、まあ、日本シーズンの、ね、出場権を取ったんですけども、まあ、日本シリーズは、ね、本当にこう短期間決戦なので、まあ、どちらに転んでもおかしくないような形だと思ってますので、まあ、あとは、ね、思い切って選手たちがやってくれたなと、その結果を僕は受けるだけでいいなという感じで入りましたけどね。はい、でも最高の結果で終わって、本当に最高の気持ちですね今。はい、この最高の結果の日本シリーズ振り返って考えれば、監督どの試合ポイントになった試合、あるいはポイントになった場面ありますでしょうか。そうですね、もう今は忘れてますけどね。でもやっぱりですね、敵地の甲子園で、ね、スタートしまして、まあ、2戦目のね、本当武田が、いいピッチングしてくれて、まあ、1勝1敗という形でね、福岡に持ってこれたというのはやっぱり大きかったと思いますね。はい、監督は選手たちがこのシリーズ伸び伸びやっているというふうにもおっしゃってましたが、それは最後までありましたかね。そうですね、本当にこう松田淵からね、ベンチを盛り上げてですね、やってますし、やはり、リーグ優勝とまた CS のね、ところよりは本当に伸び伸びやってるなという感じがしましたね。そういうことがやっぱりこの日本一につながったんでしょうか。そうですね、やはり、まあ、まあこればかりね、本当にこう相手がいる勝負なんで、まあ、結果はね、ともあれ、まあ、投手もね、本当に野手も含めて、みんな持ってる力をね、全試合にぶつけてやってくれました。選手たちがなんとか最後に秋山監督を胴上げしよう、ヤフオクドームで胴上げしようという、そんな思いは伝わってきましたか。いや本当ですね、いやもう結果は本当にこの試合で、ね、終わって、もう僕としても最高の気持ちですね。もう感謝したいと思います。改めて最後に秋山監督一言、ファンへのメッセージもお願いします。いや本当にね、今年1年本当に開幕から、ね、応援していただきまして本当にありがとうございます。
最高の結果が出せて僕としては本当にね充実感で今いっぱいです。まあ、6年間のまた監督としてね、ソフトバンクの監督としてやってきましたけども、本当にいい思い出がまずできたなと自分の中では本当に満足ではあります。本当にね、これからまたホークスをね一生懸命また応援してください。ありがとうございました。お疲れ様でした。続きまして MVP の内川選手に伺います。MVP おめでとうございます。そして日本一おめでとうございます。ありがとうございました。まず改めて日本一の感想から聞かせてください。やっぱりレギュラーシーズン最後144試合目で決まって、クライマックスも6試合目って目いっぱいやってきましたんで、なんかそこから解放されてすごくなんか伸び伸びというか気持ちよく野球やりたいな気がします。その中での MVP という最高殊勲選手になりました。 MVP についてはいかがでしょう。まあ、ヒーローインタビューでも言いましたけど、まあ、どれだけ打ったかということよりもどこで打ったかということだと思いますので、まあ、2戦目の先制タイムリーも武田が一生懸命頑張ってくれて守ってくれて、3戦目のタイムリーもやっぱ最後までねピッチャーが頑張ってくれたことによって勝ちっていうことがありますんで、まあ、たまたま僕がそこにいただけの話で本当にチームの選手全員に取らせてもらったなっていう感じです。内川さんにとってこの日本シリーズ振り返って一番印象に残る試合あるいはそんなシーン浮かびますか。全部ですかね。やっぱり勝ってる試合もそうですし負けた試合もそうですけど、やっぱりいろんな状況というのもありましたし、いろんなプレーというのもありましたんで、正直もう全部印象に残ってます。はい、苦しいリーグ優勝、そしてクライマックス、そして日本一、これは大きな選手、内川さんにとっても皆さんにとっても自信になるこの日本一ではないでしょうか。そうですね、まあ、なかなか経験することができない、勝ち方もしましたし、なかなか経験することができない苦しみも味わいましたんで、まあ、そういうのをこう乗り越えて、最後優勝できたっていうのは本当に嬉しいと思いますしね、プロ野球選手として本当にすごい経験をさせてもらったなというふうに思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。では選手会長の増田選手に伺います。まず日本一の感想を聞かせてください。はい、もう本当に、最後こうやって日本一になれて、選手会長もやらせてもらってね、本当に最高な、形になったと思います。ただ選手会長という中で迎えた日本シリーズ、どんな思いで入られましたか。まあ、とにかく、監督をですね、本当日本一の監督にね、したいっていうね、全員選手が思ってましたから、本当それがね、達成できて、よかったです。松田選手個人としてはこの日本シリーズ振り返っていかがでした。まあ、個人としては、まあ全然だったんですけどね、もう本当に最後のね、センター前だけは本当にチームのためにこう打てたんじゃないかと思ってホッとしてます。まあ、昨日の先制タイムリーから、そして今日の決勝打、はい、まあ、クライマックスの活躍、そして144試合目を決めた活躍、松田選手そういった勝負強いところを見せてくれましたね。そうですね、本当にもう、日本シリーズ始まる前にね、監督がこう決起集会でね、日本シリーズはね、とにかく目立とうということを言われたんで、最後だけ目立ってたんじゃないかと思って落とします。はい、選手会長として、はい、秋山監督最後の花打ち飾れたということで、監督へのメッセージなどあれば教えてください。いや、もう本当ね、僕のバッティングっていうのはもう本当監督にね、作っていただいたっていう思いがありますから、最後、感謝の気持ちを持って、はい、日本一になれてね、よかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では最後になりました、大隣投手に伺います。まず日本一の感想から聞かせてください。本当に初めて、日本シリーズのマウンドに、立たせていただいて、本当に日本一になることができて、そのように嬉しいな一言です。はい、あの試合がこの日本一につながる試合になったと思いますけども、そういったプレッシャーもあったと思いますが、あの試合もう一度振り返っていかがでした。うん、まあ、本当に
でも一人一人もう気持ち込めてぶつかっていこうっていうのを思ってたので、もう本当にね、気を抜くとどこからでも点を取れるような打線なので、本当に一人一人に向かっていった結果、7回までねしっかりと、抑えることができて、本当に良かったなと思います。リーグ優勝を決める試合、そしてクライマックスシリーズ、この日本シリーズと節目節目でしっかりと結果を出した大隣投手なんですが、そのあたりはご自分でその好結果の要因というのはどのように分析されますか？本当に、大事なところで、監督に指名していただいて、本当に嬉しかったですし、本当に監督、ね、日本一になってっていうすごいそこの気持ちが強かったですし、本当に自分自身も7月の末からでしかやっぱチームに貢献できなかったので、本当に一試合一試合、気持ちを込めて、投げさせてもらえるありがたさというのを感じながら、投げてました。そして大隣さんにとっては特別なシーズン、大病から この復帰のシーズンということになりまして、いろんなそういった勇気を与えるピッチングというふうにも皆さん思われていると思いますが、そして最後こう日本一になったということで、改めて今年は特別なシーズンになったんじゃないですか？そうですね、本当にこう凝縮された3ヶ月間というか、自分の中で復帰して戻ってきてから本当にここまであっという間でしたし、本当にここで終わるんじゃなくて、もうこれから来年またやっていかないと、意味がないですし、病気のことはもう、忘れてというか、もうここまでできるっていうのは自分でも分かっているので、来年しっかりと1年間結果を出してからじゃないかなと思います。はい、ありがとうございました。代表質問は以上です。他ありませんでしょうか？それでは優勝会見を終わります。ありがとうございました。明日から風邪ひいてもいいぞ。およそ15分後に始めます。